何度も遊んで見慣れた場所だけど、目的を持って眺めるとまた違う感じがするわね。採集だっけか。どんなものを取るのかちゃんと覚えてるよな。もしかして私のことバカにしてる？ライザは勢い優先で足元がおろそかってのがよくあるパターンだからな。なあタオ。まあね、大丈夫そうならもういいかな。僕アンペルさんから聞かれたことを調べに家に戻るよ。実は俺もリラさんとの戦闘訓練の準備があんだよな。ここなら危なくないし、ライザだけでもやれるだろ。二人とも張り切っちゃって。まあそれじゃあ頑張ってね。さーて、それじゃあ取りまくるわよ。やればいいかな。多分早速アンペルさんのとこに戻ろう。どうだった？初めての採取は。楽しかったです。今まで気づかなかっただけで、そこら中に面白いものがあるんだなって。なるほど、面白いものか。それを感じられるなら、あるいは。何です？いや、もったいぶってもしょうがない。早速ライザの錬金術師としての素質を試してみよう。まずは私のやることを見てみろ。七子草と水を使ってこの中和剤が出来上がるというわけだ。次は。え？いきなり？今見たばかりですよ。この程度なら
見よう見まねでできる素質さえあればな。さあ、それじゃあ、よし、これも、これが私の第一歩なんだ。何作っちゃおうかな。どこにしよう。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。さあ、何を入れよう。いいもの、で、これでいいかな。さあ、どうだ。やった、できた。少しは成長できたみたい。どうでしょう、これでいいのかな。こっちも当たり、いや、こっちこそ本当に当たりか。それってつまり素質あり、合格だ。お前さんは錬金術師になれる。いや、もうすでに錬金術師だ。駆け出しではあるな。やったー！これからよろしくお願いします、先生！残念だが先生にはなれない。私はお前さんに教えられることがほとんどないんだ。え？どういうことですか？私は怪我で腕を悪くしていてな。初歩ならともかく、繊細さを要求される高度な調合は行えないんだ。そんな、せっかくいろいろ教えてもらえると思ったのに。そう落ち込むな。素質のある人間なら経験を積んでいけば、いくらでも調合のレシピをひらめくさ。本当ですか？ああ、とにかく今は数をこなせ。何度も調合して慣れれば、そのうちお前さん自身の錬金術も見出せるだろう。私自身の錬金術。私も先生は無理だが、助言者くらいなら務まる。だから気軽に頼れ。敬語もなしでいい。わかりました。あ、じゃなくて、わかった。改めてこれからよろしく、アンペルさん。そうだ、この本を渡そう。錬金術の基礎の基礎といったものだが、いくつかのレシピが載っている。え、いいの？ありがとう。私にはもういらない本だから気にするな。それより載っているものを片っ端から試して調合になれるんだ。それを一通り調合し終えたら、次はそこいらの本でレシピがひらめくか試してみろ。そこいらの本で調合のレシピを。専門書以外の本も錬金術師の視点で見ることによりレシピをひらめくことがある。いわば発想の訓練だな。何の変哲もないものでも見方を変え、独自な作り方を体得すれば、それはもう錬金術なんだ。この村にも本を売っている店の一つくらいあるだろう。うん、あるよ。ボーデン地区にフレッサさんの雑貨屋が。多分本もちょっとは売ってると思う。ならそこで適当な本を買って目を通してみるといい。思いもしない何かがひらめくかもしれんぞ。
わかった、やってみる。まずはもらった本を家で読んでみてからだけど。うん。どれが必要かな？これでいいかな。取引成立。何を引き取ってもらおう。また来ますね。錬金術の練習するにしても鎌がないとね。鎌、鎌、何かいいのないかな。これだ。もう使ってないし、これでいこう。よう、来たぜ。わざわざ呼び出して何の用だ？レント君、タオ君、我がアトリエにようこそ。は？アトリエってどういう…あ、何このでかい鍋。アンペルさんに錬金術師として最初にやるべきことをいろいろと教わったんだ。それがこの鍋？こんなのどっから持ってきたのさ。鍋じゃなくて、まあ家にあった鍋だけど。錬金釜。まず何よりもこれがないと始まらないからね。で、そのアトリエってのは何なのよ。錬金術の研究室よ。これからここでバリバリ調合しまくるの。なるほど。要するに錬金術師っぽいこと始めたと。二人とも反応薄くない？もう少しこう
感動とか関心とかないかな。俺たちも俺たちで忙しくなってんの。そういうテンションに付き合う余裕もねえんだよ。そうそう、僕もアンペルさんに本の読み方の処方を教わってるんだ。みんなやることが見つかったんだ。私も負けてられないな。よし、まずはアンペルさんからもらった本に書いてあったものを一通り全部作ってみよう。材料はこれくらいなら家の周りでも取れそうな気がするな。探してみるか。なるほど。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。さあ、何を入れよう。どうしようかな。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。何を入れるのがいいかな。これでどうだ。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。これでいいかな。これでどうだ。うまくいくかな。やった、できた。私にも作れた。
これ何なんだろう。アンペルさんに教えてもらったレシピだし、ちょっと聞きに行ってみよう。アンペルさん、本に載ってたもの作ったよ。おお、早速作ったか。感心感心。それで作ったのはいいんだけど、これって何？これは外で冒険をするときに役立つ道具だ。魔物に襲われて怪我をしたときに治す薬、魔物に投げつけて倒す爆弾などいろいろだな。あ、ひょっとして私たちを助けてくれた時の謎の爆発も？そう、あれも錬金術で作った爆弾の一つだ。道具があれば冒険の安全性も一気に高まる。そうなんだ。じゃあ私もじゃんじゃん爆弾投げて大活躍できる？それもできなくはないが、そうだな、そろそろこれを渡しておこうか。これは？コアクリスタルという。お前の作った薬や爆弾は使ったらなくなるよな。は？そりゃ当然そうでしょ。ところがだな、まずこのコアクリスタルの中に作った道具を入れる。そしてクリスタルを武器などに組み込んで武器を一振りすれば、クリスタルの力が解放される。解放されるとどうなるの？クリスタルに入れた道具を失うことなく同じ効果が得られるようになる。え？そんな魔法みたいなことができてしまうんだ。それがこの古式秘具コアクリスタルの力なんだよ。古式器具？昔のすごい錬金術の道具程度に考えておけばいい。とにかくこれがあれば作った道具を失わずに済む。そんなすごい道具を私なんかがもらっちゃってもいいの？何？これは古式器具の中でも比較的多く見つかる。余っていたのを分けてやるだけだから気にするな。じゃあ遠慮なく。ありがとう。早速使ってみるね。うん。